先日一軒家を購入し引っ越しをしたのですが、隣人がバイクの塗装などをしているため異臭や騒音がすごくて困ってます。何か対処法などあればお願いいたします。直接言ってあげてください。悪気があってやってるわけじゃないので、なので例えばその朝と夕方で風向きって変わったりする地域があるんですよね。その要は朝方の場合はそのなんか例えば海とかがある場合って、その海の側の方が温度が高いので朝方はその風が海の方から来るけど、なんか夕方ぐらいになるとむしろその山の方からの風があるみたいな、なんでその風向きによっては匂いが来ないみたいなのもあったりするので、なので話してみて、この時間帯だと匂いがしてきちゃうからこうしてくれないみたいなのをちゃんと説明するといいんじゃないかなと思います。あと、まあ、やってくれるかどうかわかんないですけど、塗装してる横で焚き火を焚いたりすると匂いって簡単に消えるんですよね。要はその匂いの分子っていうものがあるんですけど、大抵の匂いの分子って火つけると、その火でまあ、化学的な物性だったりとかっていうのが、まあ、焦げてまあ、他の物質になっちゃったりっていうので変わったりするので、なんでもし広いのであれば横で焚き火をしながら塗装したりすると匂いは来なくなるんですけど、ただ焚き火は引火する可能性があって、塗装してる人が爆発して死ぬっていう場合もあるので、そこら辺もちゃんと説明した方がいいんじゃないかなと思います。はい。